がロシアにとっては花を見ていらない。で、エストニアというのは大変小さな国なんですけれども、NATO に入っております。で、じゃあ空軍基地持ってますから空軍がいるのか。形だけありますが、持ってるのは練習機と管制塔の維持機のぐらいで、ほとんど兵隊さんがこの国の軍隊はいません。いませんが、はい、ここ開けていただくと、滑走路に止まってるのは米国の最新鋭ステルス戦闘機です。で、ここはもう今回のウクライナ侵攻が始まる前からアメリカ、フランス、イギリス、イタリア、もう NATO の主力級の戦闘機、偵察機、輸送機が、まあ事実上の NATO の飛び地として自由自在に使っております。で、今回のウクライナの侵攻が始まってからもですね、この長距離の偵察機がここから離陸しているものが大変多く確認をできました。で、これが、まあ、エストニア流の安全保障で、自分のところは直接の軍事力を持たない、何するかわからない、だから自由にほぼお使いいただはい、ということで、まあ NATO 軍の私の空軍基地を作っちゃったわけですね。で、ここに参謀で私が行った日に NATO 軍はやっと動いてくれるんじゃないかと、このように私は思っています。はい、以上。動画